竹御所転覆2年7月27日は、鎌倉時代初期の女性。鎌倉幕府、第二代将軍源頼家の娘。息の名は真理子。妙本寺の自伝によれば美子。一幡の同母妹、公卿、堺実の異母妹、前暁とは、異母兄弟と考えられている。母は、孫妃文脈では、源義仲の娘となっており、また、諸家系図三諸集、河野系図には、河野通信と北条時政の娘の間に生まれた美濃局を母と伝えるが、竹の御所と呼ばれた真理子の屋敷は、比企奴の比企氏屋敷跡であることから、実際の母は、比企能員の娘若狭局と考えられる。誕生の翌年に、比企能員の変が起こり、頼家は北条氏によって将軍の座から追われ、間もなく暗殺された。建保4年3月5日、祖母、北条政子の命により、15歳で、叔父の源実朝の5代所、坊門信子に謁見し、その有志となる。他の頼家の子が、幕府の政争の中で、次々に非業の死を遂げていく中で、政子の庇護のもとにあり、女子であった竹御所はそれに巻き込まれることを免れ、政子の死後にその実質的な後継者となる。幕府関係者の中で唯一、源頼朝の血筋を引く生き残りである竹御所は、幕府の権威の象徴として御家人の尊敬を集め、彼らをまとめる役目を果たした。寛義2年、29歳で13歳の第4代将軍、藤原頼経に嫁ぐ。夫婦仲は円満であったと伝えられる。その4年後に解任し、後継者誕生の期待を周囲に抱かせたが、難産の末に男児を死産し、本人も死去した。享年33。これにより、頼朝と政子の直系子孫は完全に断絶した。藤原定家の日記、暁記によると、不法がもたらされると、鎌倉武士たちは、源氏将軍の血筋が断絶したことに激しく動揺し、京都にあった御家人はこぞって鎌倉に下ったという。定家はこのことに対し、平家の遺児らをことごとく葬ったことに対する報いで、あろうと述べている。吾妻鏡嘉定元年7月27日条に、筑御所の姫君が物期間が明けたことが記されている。墓は、比企一族の菩提寺である、妙本寺にある。医師の八坂、鎌倉記における河野氏の動向、海大諸集、鎌倉記河野氏の動向と鎌倉政権、医師の中世河野氏権力の形成と展開。ありがとうございます。